私の名前はケイト。私は自分の気持ちを正直に表現するのが苦手なタイプです。でも今日こそは前から気になっていた司くんに告白したいと思ってます。司くん、急に呼び出してごめんなさい。全然いいよ。どうした？あの、私ずっと前から荒野行動教えてください。荒野行動？司さんすごく強いと聞いていたので。ダメですか？全然いいよ。ありがとうございます。いやー、でもケイトが荒野行動始めるなんて嬉しいな。じゃあ明日から特訓な。場所は…じゃあケイトの家はどう？私の家ですか？うん、だって学校の近くだと先生にバレちゃう。じゃあまた後でね。狭くて大変恐縮でございますが、こちらに座っていただけますと嬉しく思いますです。いつもより敬語増えてるから。すみません、何分男気味を初めて家にお招きしたもので。いや、でも俺も初めて入るんだよね、女子の部屋に。だから緊張してる。何をおっしゃいますか。司くんは表になるでしょう。全然そんなことないんだって。だって学校じゃ恋愛禁止だから。ひー、真横から見るとかっこいい。よし、では早速ですが荒野行動教えてくださいますです。荒野行動もそうだよね。そうだよね。まずは左右のコントローラーを上手に使えるようになるのが一番大事なんだよ。どうすれば良いのでしょうか。じゃあこっちに座ってくれる？左手で移動して右手でこうやって襲撃するんだよ。なるほど。いきなりくっつきすぎー。汗汗。司さんの手あったかいです。え、そうかな。ありがとう。うわぁ、私何言っちゃってるんだろう。恥ずかしい。あの、私ずっと前から。お姉ちゃん、玄関に靴あったけど誰か来てるの？めっちゃイケメンいるじゃん。誰？あのクラスメイトの司さんです。ちょっと勉強会、あの荒野行動教えてもらってて。あー、この前荒野行動してないの時代遅れだよって言ったの。そんなに気にしてたんだ。司さんって言うんですね。私リリって言います。ああ、私も荒野行動したいな。赤教えてください。ああ、全然いい。今度一緒にやりましょう。ああ約束ですよ。ああ、分かった分かった。すみません、司先輩っていますか？あ、いた！リリちゃんじゃん、どうしたの？昨日私がゲームで勝ったら罰ゲームでデコピンって言ったじゃないですか。あー、そうだったわ。てかよく覚えてんの。当たり前ですよ。はい、おでこ貸して。はい、行くよ、ポン！行って、絶対リベンジしてやるからな。今日の夜開けとけよ。わかりました。あ、お姉ちゃんもバイバイ。はい。何、彼女できたの？ユイナみたいに禁止になっちゃうよ。違う、彼女とかじゃないから。悪霊隊さん、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 私のことはほっといてください。保健室行ってきます。どうしたの？ちょっと悪霊がいるみたいで気分悪くて。ちょっとこっち来て座って。悪霊ってどんな悪霊なの？妹が私のクラスの男の子と仲良くなっちゃって、その様子見てると胸がギュッてなって嫌な気持ちになるんです。これって悪いことですよね？うん、聞いて。その気持ちは嫉妬。でもそれは悪いことじゃない。嫉妬するってことはきっと自分の心が本当に欲しがっているものがそこにあるってことだから、自分の気持ちに素直になって行動してみなさい。はい。大丈夫、あなたは可愛いんだから。あとはほんのちょっとの勇気を持つだけ。
あのちょっといいですか。お姉ちゃんどうしたの。あんまり司さんと一緒に荒野行動したり教室に来たりするのやめた方がいいかと思いますよ。司先輩から誘ってきてんだからいいじゃんか。てか私司先輩のこと好きになっちゃった。でも学校は恋愛禁止です。はにゃ何突っかかってきて。もしかしてお姉ちゃんも司先輩のこと好きなの。私は別にそういうんじゃないの。じゃあいいじゃんか。私明日司先輩に告白するから。司先輩今日は来てくれてありがとうございます。全然いいよ。で大事な話って何。実は司先輩のこと初めて会った時からずっと好きでした。付き合ってください。ちょっと待った。お姉ちゃんどうしたの。ごめんリリ、実は私ずっと前から司くんのことが好きでした。ありがとう。本当は俺から切り出したかったんだけど、俺も前からケイトのことが好きでした。よかったら付き合ってください。リリちゃんごめんね。リリちゃんと荒野行動してたのはケイトのことをいろいろ聞きたかっただけなんだ。これどうやんの。ああね、リリさ、ケイトって何が好きなの。知らないよそんなの。ふーん、いいもん、もう次の恋探す。チェッ。そうだったんですね。うん、誤解させて本当ごめん。いや嬉しいです。俺と付き合ってくれますか。はい、司さんもちろんです。よろしくお願いいたします。です。いやもう敬語とかもういいからさ、呼び捨てで呼んでよ。そう、はい、よくできました。おいこら、うん、先生男女の接触禁止。あのケイトが転びそうだったんで、あのそれをキャッチしてただけなんです。ご心配おかけしました。それならいいけど。じゃあ俺たちもう行くんで。今この瞬間しかない青春時代がこんな怖さから縛られながら過ごすのおかしいよ。